はい。えー、アドバンスへからですね、報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。えー、本日、初めてライブ配信を行いました。えー、やる前は誰も来ないかと不安な気持ちでしたが、数名の方からコメントご質問いただきたので、今後も継続的にやっていこうと思います。ということで、こちらですね。はい。はい。面白かったです。また見ます。素晴らしい。はい。素晴らしい。あれ、あれ。よし これなんか、あの、アップになっちゃいましたけど、まあいいや。はい。なんかいっぱい来てますね。はい。すごい。素晴らしい。はい。まあ、ということで、えー、やらなければ何も生まれないと。どん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 やっていきましょう。ただでできるんで。たダでできるからね。<laughs> ま僕もね、ライブ配信は今有料でやってるんですけども、まあ、ライブ配信もね、もう何千回やりましたからね。はい。ライブ配信何千回もやりました。 やりましょう、はいまあ、裏話するとねライブ配信やってて、まあ、僕はユーストリームの時代からやってたんですけどユーストリームをずっとやってた時に海外の、ね、女性の方アマンダさんこの、ね、アマンダを知ってる人は相当通だと思うんですけどこのユ、ね、ーストリーム発信してる時にそのカルフォリカルフォルニア在住のアマンダみたいなね女性の方からコメント来てね、まあ、そのコメントやしてた人たちでアマンダ来たみたいなね。 なんか、盛り上がってたんですけど、まあ今僕もうユーストやってないんですけど、今ね、そのアマンダさんとはね、なんとインスタグラムでつながっているというね、これ何なんでしょうかね。で、この前ね、アマンダさんからそうコメント来たんですよ。アマンダさん。いやもうね、8年、9年、8年経つかな、もう9年とか、前やってたやつなんですけどね、まあ未だにつながってるっていうね、まあ距離関係ないなと、インターネット恐ろし、恐ろしいやと。 いうところでございます。はい、では終わりまーす。